皆様、本日はですね、こちらのナスとキュウリを使って絶品の炒め物を作っていきたいと思います。まあ夏野菜なんですけども、キュウリはね、結構皆さんやっぱ生で食べたりとか、お漬物とか火を通さずに食べることが多いと思うんですけれども、火を入れてもね、めっちゃ美味しいんで、以前ね、一回動画にしたと思うんだけど、そのめっちゃうまかったよね。なんで今回だから、お酒もご飯も超おすすめ。ちょっとどちらかといえば俺はご飯よりねそうだね。やっていきます。で、まずキュウリ、もう今回たっぷり用意したんですけれども、あ、たっぷり用意っていうか、まあこれがセットだったんでまずね、ヘタ落として、で、縦半分にカットしてください。まああの、長いままで切りづらかったら一回半分にカットしてから縦に切ってもいいですよ。で、もし全然このままでもいいんですけれども、ちょっとね、キュウリの青臭さが気になるかなって心配な方は、この真ん中のこの種の部分あるじゃないですか、こういうのをスプーンとかでちょっとほじってあげて、この縦のここの部分だけをちょっと落とす感じですね。見えるかな、こんな感じで、ゴーヤの綿じゃないですけど、こんな感じでこの部分取ってあげると、香りが、あのキュウリのちょっとうり臭さっていうか青臭さがね、なくなるのでおすすめです。まあこれはやってもやらなくてもどちらでも、一応今回やっときます。ではキュウリの中のこのね、綿というか種の部分全部取り除いたので、そしたらこちら斜めにカットしていきます。まあここら辺のね、カットは食べる時のあれなんでお任せがいいんだけど、まあそれなりに、あのちょっと分厚めにした方がキュウリの食感がね、きちんと味わえると思うので、大体これくらいかな、まあお漬物とかにあるレベルかな、でカットしてあげてください。で、まあ、全部ボウルに入れて、でこんな感じでキュウリ全部カットしていきます。じゃあキュウリはこんな感じでカット終了。そしたらお次、ナス。じゃあナスもヘタを落として、で縦半分にカット、そしたらまたキュウリと同じようにちょっと斜めにカットしていくだけです。で、ナスはキュウリほど分厚くなくても大丈夫なんで、適度な薄さで、こんなもんかな。こんな感じでナスもカットしていきます。ではナスとキュウリ全部カット終わったら、こちらちょっと塩もみして余計な水分を落とします。で、今回結構量が多いんで大さじ1杯ほどですね。これナス5本、キュウリ4本分ですね。で、約大さじ1杯ぐらいの塩を入れて、ちょっともみ込んで余計な水分を落とします。塩もみですね。で、今結構ね、めっちゃ量多く見えると思うんですけれども、キュウリとかほぼ水分なんで、この塩もみした後ギュッて絞ったらめっちゃ傘が減るんですよ。なんで結構たっぷりめで大丈夫です、用意する量は。だとしても多分これは 3,4 人前はあると思います。はい、じゃあこんな感じでちょっと塩がね、全体に馴染んだら、ちょっと放置して余計な水分出します。で、その間にあとお肉の準備と、もう今回タレも簡単で合わせ調味料を作っておきます。で、今回お肉はロースを用意しております。で、ロースは縦半分にカット、もうこれで、はい、お肉ジュース終了。合わせ調味料を作っておきます。はい、では作っていきます。まずお味噌、お味噌は普通のお味噌で大丈夫、僕は仙台味噌を使ってるんだけど、お任せです。白味噌じゃなければ。お味噌大さじ2杯、お味噌大さじ2、お醤油大さじ1、みりんも大さじ1杯、お砂糖こちら大さじ2杯、お酒こちら大さじ3杯ぐらい入れとこうかな、まあ、2から3杯で、にんにくこちら小さじ1杯ぐらいかな、にんにくを小さじ1杯、豆板醤こちらお好み量なんだけど、まあ、最低でも大さじ1杯ぐらいは入れて、ちょっとピリ辛感出してほしいんだけど、どう、辛めが食べたい、大さじ1杯って言ってえ、小さじ1杯でした、ごめんなさい、危ねえ危ねえ、小さじ1杯です、大さじ1杯じゃない、でも四川風でしょ。じゃあ僕たちは今回小さじ2杯入れますね、小さじ2杯。まあここはね、結構あの豆板醤にもよると思うんですよ。このね、瓶の豆板醤、四川豆板醤は結構辛めです。ただあのチューブのやつとかで売ってるやつはそんなに辛くないので、使ってる豆板醤次第ですね、量は。で、まあこちらちょっと混ぜ合わせます。
じゃあこちらで特製の、まあ、味噌だれですね、完成です。じゃあこれね、今もう多分 2,3 分は放置したと思うんだけど、もうちょっと放置して、あ、でもあ、だいぶしなってはきてるけど、ちょっときゅうりがまだもうちょっとうんかなって感じなんで、まあ最低でも5分ぐらい放置してから絞ってください、水気を。ではこちら5分放置した後、しっかり水気を絞ったらもうヘニャヘニャです。でめちゃくちゃ水分出るんで、でまあ、 絞った時にね、お塩も一緒に流れるので水洗いは必要ないです。しっかり水気だけは切ってあげてください。もうこれカレー浅漬けみたいになってるんだけど、はい、もうそしたらあとは炒めていくだけです。ではまずごま油ちょっと多めに入れて、そしたらまあもう温まってはないんだけど、この段階で豚入れちゃいます。豚ロース、まあ、軽くね、まだ熱くないからこそできるんだけど、この中でちょっとほぐしちゃおう。火にかけていって、で、まあ、もうこの段階で7、8割方火は通したく大丈夫です。ナスもキュウリも最近生で食べても全然大丈夫な状態になって、お漬物状態なんで。ナスとキュウリはもう入れたらもうパパッと炒める感じにしますね。じゃないとね、食感も結構残したいんで、火にかけすぎちゃうと。しんなりしちゃうんでね。であと、まあ、今回の水気しっかりね、塩もみして切ったことによって最後仕上がりがね、びちゃびちゃにもなりづらくなるので、やっぱきゅうりとかナスすごい水分が多い野菜なので、絞らずに入れるとね、炒めれば炒めるほどびっしょびしょになっちゃう感じになるので、味もぼやけちゃうから塩もみはすごい大事ですね。今回の KP ですね。そうだよ、久々に出すぎて視聴者さんも今えってなったと思うけど。じゃあ豚肉にもうそれなりに火が入って、まあうっすらまだピンクなのが残ってるかなぐらいで大丈夫ですね。はい、そしたらもうナスときゅうり入れちゃいます。ドン。お塩は今回、まあ、お味噌とかも入るっていうのもあるし、塩もみをしているきゅうりとナスなんて必要ないです。なんで今回は胡椒だけ、黒胡椒ちょっとたっぷりめに入れて、でね、火の通り的にはね、このきゅうりを見ればわかるんだけど、まだこの白い部分が残ってるのはまだちょっと火が入りきってなくて半透明になってるやつ、これ見たら分かると思うんだけど、ここら辺はもう全部火が入ってるんだけど、ここら辺がね、まだもうちょっと、見とこうかな、うん、もうちょっとって感じですね。だからここら辺は皆さんのお好みの加減で大丈夫なんだけど、でこうやって見た感じ、大体きゅうりがもううっすら半透明になったら、こちらに合わせ調味料のお味噌を入れちゃいます。はい、でお味噌入れたらよく絡めて、かつまあお酒も入ってるんでね、アルコールはしっかりと飛ばしてあげてください。でこういうね、濃い味のものが入ったら、またきゅうりとかナスからね、水分が出るのでちょうどいい感じに薄まります。で最後もうちょっとだけ煮詰めてアルコールが飛んだら完成ですね。はい、こちらナスときゅうりの味噌豚炒め完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。今日もご飯でね、もうこれは今日もうご飯の上乗っけちゃっていい？いいよいいよいいよ。もうちなみに板挟もあるんだよね今日は。そう、なんか美味しそうで、ちょっといただきます。はい、キュウリどう？進む。いただきます。マジでうまい。もうね、
味がうまい。単純に味がもう最高。うん、でキュウリとこのナスの食感と、で今回豚バラじゃなくてロースだから、なんだろうね、この程よい脂感がこの夏にすごいぴったり。もう最強だわこれ。うん、まで本当あのやっぱ中のあれを取ってるからか、キュウリのそのウリ特有のさ青臭さっていうのがすごい抑えられてて、もう本当いい食感で、味も結構染みてるじゃないけど絡んでるからめっちゃ美味しい。うわこれマジでうまい、うん、でこれぐらいピリ辛の方が個人的にはもう最高、うん、やっぱ夏だなって感じがしてくる。マスガキながら食べたいなっていう。最高だわ。いいよねこれ。お酒にも最強だな。キュウリでご飯が進むっていいよね。ね。本当にうまいよみんな。やばい。うん。無言になるよマスラコちゃん。あもう最高、マジで幸せ。いやこれ多分嫌いな人いないと思うこの味付け。やっぱ豆板醤入るこの中華っぽい感じの味付けって本当ご飯進むよね。そう四川風の豆板醤のこのいい感じのうまみと辛みとコクっていうかそのがすごいんだよね。本当に豆板醤って素晴らしいよね。うん、俺もうご飯なくなるわ。早い。想像の倍ぐらいあのご飯が進む。ということで本日はですね、キュウリとナスの辛味噌豚炒め、はい、こうちゃんに作っていただいたんですけども、まあ本当にねあのただ炒めただ何々するだけシリーズのただ炒めるだけシリーズなんですけど、いやマジで本当にあの短時間でできたと思えないぐらいめっちゃうまいです。もう食感が残ってるのまず素晴らしいんですけど、あのキュウリが苦手な方も絶対これ食べられると思う、うん、本当にウリ臭さがないっていうのが本当に素晴らしい。めっちゃうまい。でロースを使ってることによってあっさり食べられるっていうのも個人的にはすごいいいなと思ったのと、やっぱこうちゃんのやっぱこの味付けだね、このやみつきになるこの味噌辛な感じがやばい、うん、辛味噌のうまみが本当に美味しいです。はい、で以上です。はいはい。でまあ本当にね塩もみして水分を除いてるから、うん、やっぱ味がぼやけないっていうのと、うん、十分 ね水分が出てるおかげで逆にねこの味がキュウリとかに染みてんだよね。うん、確かに。だからすっごい味がしっかりとしたおかずになってるんで、うん、もうご飯が何杯でもいく感じになるので、ぜひ。もうあっという間になくなる、はい、もうお酒とかにも最高に合うだろうねこれは。あの傘だと思うんでぜひ皆さん、真似して作ってみてください、はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。